はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は Amazon での出品登録の際のブランド名についての話です。2019年11月以前に Amazon の物販のやり方の勉強された方は要注意です。っていうのも2019年の12月を一つの境として出品登録の際のブランド名についての Amazon の見解っていうのが変わってきてしまったからなんですね。ですから最後までぜひ注意深くお聞きいただければ幸甚です。今回のこちらの動画の内容っていうのはざっくり編として出させていただいて、後ほど詳細編に関しては私の生徒さんと5日間の無料講座 2.0 にご登録いただいた方には別途お送りさせていただきますので、5日間の講座まだご登録いただいてない方はこの機会にぜひご登録いただき、今回の内容のさらにもっと細かい編っていうのを後ほど合わせてご覧いただければと思います。さて早速話をしていくんですけれども、今までっていうのは出品登録の際にブランド名勝手に入れられたんですよ。我々が勝手に好き勝手考えたブランド名を入力して出品登録保存して完了を押せばもう終わりだったんですね。それで良かったんですよ。ただ2019年12月から、例えば私黒沢厚って名前ですけど、黒厚っていうブランド名を勝手に考えて黒厚ってブランド名を出品登録のブランド名の欄に入れたとしますよね。で保存して終了を押そうと思ったら必須入力事項を全部入力して保存して終了を押したらエラーが出るようになっちゃったんですよ。このエラーがエラーコード5665ってものなんですね。一言で言えばそのブランド名って本物っていうことを Amazon がビシッて突っ込むようになったってことなんですが、まずその前にブランドっていう言葉についていろいろと誤解があるので説明させていただきます。ものすごくざっくりと言いますと、ブランドっていうのは2つあるんですよ。2種類。1つ目っていうのは皆さんよくご存知の商標登録を行ったブランド、これは法律的にこれはあなたのブランドですねっていうことがしっかりと証明されている、法律的に保護されているブランドですね。 Amazon ブランド登録っていうのも結局商標登録をしていれば Amazon ブランド登録できますので、商標登録していたり Amazon ブランド登録しているブランド名っていうのは法律的に守られたブランド、これがマジのブランドなんですけれども、それともう一つ我々が勝手につけたブランド名ではあるものの、ちゃんとその商品のブランドとして使用している使用ブランド名っていうのがあるんですね。で今回 Amazon がエラー5665をバシッて出して突っ込むようになったのは、商標登録してなくても別にいいんだけど、Amazon ブランド登録してなくてもいいんだけど、本当にちゃんとそのブランド名をその商品に対して使ってるのかどうかっていうのを調べるようになったっていうことなんです。要するに、その商品に、例えば紙タグでブランド名をちゃんとくっつけてると。でその商品の画像、紙タグがしっかりついた商品の画像をいろんな角度からパシャパシャパシャと撮ってエラー5665が出たその出品登録中の商品に対して Amazon に、あ、いやちゃんとこのブランド名この商品に使ってますよって証明が出せればエラー5665が解除されたという報告が入っています。よって一つ目の解決方法とすれば、その商品にちゃんとそのブランドを使ってるよと、ブランド名を使ってるよということを簡易 OEM レベル、紙タグだとか布タグレベルでもいいので画像で Amazon に証拠として提出することができれば、このエラー5665は解除される可能性が高いということなんですね。あともう一つのやり方っていうのは、もうブランドとして出さないで、もう完全にノーブランドとして出すってやり方なんですけど、このノーブランドとして出すやり方って、じゃあブランド名になんて記載したらいいのっていうのが、実はネット上でもいくつかの情報が流れています。とにかく今回の話まとめます。今まではブランド名のとこに好き勝手自分の考えた好きなブランド名を入力して、保存を押せば出品登録が完了したのができなくなりました。エラーコード5665っていうのが出るようになりました。でその解決策としては2つあって、その、まあ、正確に言えば3つなんですけど、商標登録をしちゃうっていうのも手なんですけど、それって1年ぐらいかかっちゃいますから現実的ではないと。じゃあ商標登録をしないでそれ以外に解決策は何かっていうと2つあって、まず1つ目は商標登録してないんだけれどもそのブランドをすでに使用していますということをアピールできればいい。具体的にはその商品に紙タグでも布タグでもしっかりとブランド名が記載されているものをちゃんと画像として撮影して、これ代行会社さんに例えば
言っていただければ、代行会社さんによってはスマホとかで簡易的な撮影は無料でやってくれるところもありますので、代行会社などに頼んでご自身で撮ってもいいんですけど、撮影をして、その撮影した画像っていうのを証拠として Amazon に提出してエラーを解除してもらうっていうやり方。あともう一つっていうのはもうノーブランドとして出しちゃうっていうやり方。この2種類があるっていうのを覚えておいてください。で、この自分でブランド名を記載して、まあ、布タグ、紙タグで記載して出すっていう方法なんですけど、一点注意点がありまして、もともとその買い付けたアリババの商品にすでに違うロゴ、まあ、ブランド名がついてた場合、その商品についているブランド名と皆さんが考えて布タグ、紙タグでくっつけたブランド名と違いがありますよね、当然ながら。だからその場合っていうのは認められないんですよ。いや、商品には A というブランド名がついてるのに、あの紙タグには皆さんが考えた B というブランド名がくっついてます。で、それを画像で撮って、はい、これ私のたのB というブランド名の商品ですって出しても、いやいや A って商品に書いてあるじゃんって突っ込まれて、それが審査通らなくなってしまうので、その点はご留意いただければなと思います。このような形で Amazon の出品登録一つ取っても、 Amazon の見解だとか審査の厳しさっていうのはめちゃめちゃ流動的に変わっていくものなんですね。だから常に最新の情報っていうのを収集する必要があるんですが、どうしても独学だと限度が、収集できる情報に限度がある。実際今回のブランド名がエラーコード566が起きちゃってブランド名が登録できないっていう話に関しても、今ネット上に普通に流れている情報でも追いついてないんですよ。だから今回話した情報がおそらくどのネット上の情報よりも早いと思います。でも結局のところ、こういったことを、まあ、常に最新の情報をネット上にも流れてない情報をどうやってキャッチアップするか、どうやってそういうのを収集するかっていうと、実際に行動している複数人の人たちが情報を収集し合って初めて解決することって結構あるんですね。それが自分自身がコンサルティングをやっていて、みんなと一緒に物販をやりたいなって言ってる理由はここにあるんですよ。一人の失敗だとか一人の経験だと限度があるけど、みんなでいろんな経験をすれば、それを収集することによって結論っていうのをようやく導き出すことができる。だから一人でやっても物販はいいんだけど、みんなでやった方が効率的だし楽しいからいいよねっていうのが、私がコンサルティングでこのように情報発信をしつつ生徒さんを地味に地道に募集している理由になります。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。今回の動画少しでもご参考になりましたならば、ぜひ高評価チャンネル登録いただければなと思います。またこちらの動画の下のURL から5日間の無料講座登録できます。近日中にこのエラーコード5665についてのより詳しい情報っていうのを皆さんにご登録いただいた方のみにお伝えしますので、珍しくこんなことを限定性の法則みたいなことやってますけれども、ぜひぜひご登録いただければなと思います。5日間の無料講座は無料講座で、ぜひ物販の基礎的な知識、礎っていうのを築くために非常に有益なので、そういった意味でもご登録いただければ幸甚です。最後までご清聴ありがとうございます。では失礼いたします。